王様ダビデその2。ダビデはユダの王様となりましたよ。ちょうどパレスチナの南の地です。でも残りの下院たちはみんなサウの子イシボステの毛でした。イッサウデの2人の戦いはとても激しく、7年もの間続いたのです。さて、その間にダビデはどん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 強くなっていきましたよ。会う時、イシボステ王はとうとう自分の2人の兵士に殺されてしまいました。すると、イスラエルのすべての12の部族がみんなダビデのところに集まってきてこう言いました。我々の王だ。イスラエルの王様だって。それからずっとダビデはこのイスラエルのすべての国の王様でした。さて、ダビデが一番初めにしたことはエルサレムに都を移すことでした。その町は後にダビデの町としてみんなに知らせるように、知られるようになりましたよ。ダビデはここをどんな強敵が攻めてきても大丈夫なように立て直しました。ダビデの軍隊はいつもここからペリシテ人やイスラエルの他の国々の敵をやっつけに出かけていきました。ダビデ王がその次にしたことは、神の箱をエルサレムに運んでくることでした。その神の箱には神様の十の約束が書かれたものや、モーセが神様からいただいたその他のものも入っています。その箱は神様が聖なる方で神様に従って生きることをイスラエルの人々に思い出させました。ダビデが王様になってから初めの頃は毎日戦いばかりでした。ダビデはとても賢い兵士であり、それに決して威張らない人でした。彼は、神様、どうすればいいのですか？教えてください。といつも祈ってました。ある時ダビデは自分がとても良い家に住んでいるのに、神様の箱がテントの中に置かれたままになっていることに気がつきました。そこへダビデは神様の家を建てようと決めました。神様の預言者ナタンは言いました。ダビデ様、どうぞそうなさってください。でもね、その夜、神様はダビデに神の言葉を伝えられましたよ。それはこのようなものでした。私のしもべダビデよ。主があなたに家を作ってくださるのだ。あなたのこの世での生活が終わり、あなたの父や祖父と一緒になったとき、私はあなたの子を次の王とするつもりだ。その子は私を名によって家を建て、その国はずっとと続いていくだろう。またいつまでも王の位を与えるだろう。ダビデはもしサウの家族が生き残っているなら助けたいと思いました。探しているうちにただ一人ヨナタンの子メヒボセットだけ見つけることができました。彼は足が悪く歩くことができません。メヒボセット、あなたは王の息子のようなもの。さあ、私のテーブルで一緒に食事をしよう。このように言ってダビデはメホベセットに本当に優しくしてあげました。どうしてって、彼はダビデの一番仲良しヨナタンの息子ですからね。ダビデは心から神様を信じ従って生きていました。
だから神様はいつもダビデを助けてくださり、すべてがうまくいきましたよ。ところがある日、ダビデは突然とても悪いことをしてしまうのです。その時ちょうど彼の軍隊は戦いに出かけてしまい、ダビデだけがヨルサレムに残っていました。ある夜のことをダビデはどうしても眠れません。そこで彼は家の一番上まで上がり、ぼんやりと街の様子を眺めていました。おや、一体誰なのだろう。ダビデはそこから見えたとても美しい女の人は気になってたまりません。彼女は水浴びをしていますよ。その人の名前はバテシバ。すっかりバテシバが好きになってしまったダビデは、彼女に夫が会うのにとうとう罪を犯してしまったのです。実はバテシバの夫ウリアはダビデの勇敢な兵士の一人でした。しばらくしてバテシバはお腹にダビデの子がいることを話しましたよ。さあ、大変なことになってしまいました。ダビデは自分の罪がもっともっと厄介なことになっていくのが分かりました。なんとかしなければ、そう思ったダビデは自分の罪を神様に謝る代わりに、その罪を隠そうとしたのです。そんな悪いことはうまくいくはずがないのにね。とにかくダビデは戦いの地にいるウリアを呼び、こう言いました。家に戻ってゆっくり休むように。それはウリアがバテシバと過ごすと、彼女のお腹にいる赤ちゃんを自分のこと思うだろうと考えたからです。ところがウリアは家でゆっくり休みたくありません。なぜなら彼の仲間の兵士が戦っているんですからね。ウリアはその夜、王の家の戸のところで眠りました。そこへダビデはもっともっと悪いことをしてしまったのです。ダビデはウリアが戦いの地に戻るとき、軍のリーダーに手紙を書かせたのです。その手紙にはこう書かれていました。戦い間に必ずウリアを殺すのだ、とね。ウリアが殺されて、ダビデはバテシバを自分の奥さんにしたのです。神様はしもべナタンに言われました。ダビデに彼の犯した罪を教えてあげなさい。そこへナタンはダビデに一つの話をしました。大変の金持ちの人と貧しい人の話ですよ。お金持ちはたくさんの羊を持っていました。けれども貧しい人はたった一匹の子羊しかありません。貧しい人はその子羊をまるで自分の娘のように大事にしていました。ある時、一人の旅人がお金持ちのところにやってきました。けれどもそのお金持ちは旅人にご馳走するため、彼の羊を一匹も殺さなかったのです。その代わりお金持ちは貧しい人の一匹しかいない子羊を取って殺して旅人にご馳走にしたのです。ダビデは怒りました。その金持ちはなんて悪いやつだ。そして叫びました。そんなことをするやつはきっと死んでしまうことになるだろう。ダビデ様、あなたこそその悪いやつなのです。ナタンは勇気を出してダビデにきっぱりこう言いました。ダビデのやったことは、この金持ちがやったことよりもっともっと悪いことなのですからね。神様はダビデに教えられました。ダビデのしたことはどんなにひどいことかということ。そういうダビデは自分の犯した罪がよくわかり、心から神様に謝りました。神様、
私はあなたに背いてこんなにも悪いことをしてしまったのです。どうぞお許しください。神様はダビデの罪を許してくださいましたよ。けれどもバテシバの赤ちゃんは病気になり、生まれてからすぐに死んでしまいました。神様はダビデのそのひどい罪を許してくださいました。しばらくしてバテシバに次の子ができました。その子の名はソロモン。彼がダビデの後素晴らしい王になるのです。ダビデはそれからもたくさんの子を与えられましたよ。でも何人かの子供たちはダビデをとても悲しませることになるんですけれど、王様ダビデ層に神様の御言葉聖書に記されているお話です。サムエル記下1章から12章。あなたの御言葉は開かれると光が与えられます。詩編119編130節。終わり。